日本人の2人に1人ががんになる今、学校でもがんに関する正しい知識の学習が求められ、中学高校の新学習指導要領にはがん教育の扱いが明記されました。今まではがんってイコール死に直結する病気というイメージがあったところが、医療技術もだいぶ進歩してきて、普通にの暮らしをまた取り戻される方も増えてきた中で、就業の場面ですとか、いろんなこう偏見があるところが大きな社会問題になってきたので、子どもの頃から偏った知識ではなくて、正確な正しい知識を身につけましょうっていうのが一つあります。それからもう一つは、特にがん検診の受診率が非常に低いというのが日本の特徴としてございますので、早期に発見をして早期に治療できるようにすることで、まあ、がんで亡くなる人を減らしていこうっていうようなところから、やはり子どもの頃から自分の体に関心を持ってっていうところが2つ目の背景としてあるかなと思います。研修ではがん教育を担う教員や外部講師希望者らが指導の際に感じる困難や悩みを明らかにして、その解決策を探るワークショップも行われました。学校の先生方にがん教育じゃあやりましょうってなるかというと、必ずしもそうではなくて、いくつかハードルがあります。例えば小児がんのお子さんがいらっしゃった場合ですね。で、まあ、小児がんというのは生活習慣などが原因である病気ではありませんし、あるいは親御さん、あるいはおじいちゃんおばあちゃんを含めますと、がんの患者さんがいるというお子さんが必ずと言っていいほどいるのではないかなと思うんですね。ですから、そういった子たちを前にして、どのように配慮しながら、例えば生活習慣なんだよっていうことを教えていくかということで、学校の先生方はまず戸惑われるというところがあるのかなと思います。県教育委員会では小学校から高校までそれぞれがん教育を実践するパイロット校を設けています。今回の研修会で子どもたちの反応や配慮が必要な点など実体験が発表されました。やる前はやっぱり不安もありましたし、でもやっていくうちにやっぱり子どもたちが知りたいっていう思いが子どもたちの方から出てきたので、やっぱりがんに対する意識が全く変わって、がんに対する意識の向上が見られました。